1933年11月18日、ゴーストップ事件の和解のため、不評第8連隊にて握手する松田曽根崎、警察署長と松田史郎不評第8連隊長ゴーストップ事件は、1933年に大阪府大阪市北区の天禄交差点で起きた陸軍兵と巡査の喧嘩、及びそれに橋を発する陸軍と警察の大規模な対立。ゴーストップとは、 信号機を指す。別名は、天六5ストップ事件、天六事件、新市事件。満州事変後の大陸での戦争中に起こった、この事件は、軍部が法律を超えて動き、政軍関係が効かなくなる、きっかけの一つとなった。1933年6月17日午前11時40分、頃、大阪市北区の天神橋筋6丁目交差点で、 慰労休日に映画を見に外出した、陸軍第4師団不評第8連隊第6、中隊の中村正11等兵が、市電をめがけて、赤信号を無視して、交差点を横断した。交通整理中であった大阪府警察部曽根崎、警察署交通係の戸田忠雄巡査は中村をメガホンで注意し、天禄発出所まで連行した。その際中村が、 軍人は憲兵には従うが、警察官の命令に服する義務はないと公弁し、抵抗したため、発出所内で殴り合いの喧嘩となり、中村一等兵は、鼓膜損傷全治3週間、戸田巡査は下唇に、全治1週間の怪我を負った。騒ぎを見かねた矢印馬が、大手前憲兵分隊へ通報し、駆けつけた憲兵隊五長が中村を連れ出してその場は収まったが、 その2時間後、憲兵隊は、公衆の面前で、軍服着用の帝国軍人を侮辱したのは断じて、許せぬとして、曽根崎署に対して抗議した。この後の事情聴取で、戸田巡佐は、信号無視をし、先に手を出したのは、中村一等兵であると証言。逆に、中村一等兵は、信号無視はしていないし、自分から手を出した覚えはないと述べ、 両者は全く違う主張を繰り返した。この日、第8連隊長の松田史郎大佐と曽根崎署の高柳博人署長が共に不在であったため、上層部に直接報告が伝わって事件が大きくなった。警察側は、音便に事態の収集を図ろうと考えていたが、21日には事件の概要が憲兵司令官や陸軍省にまで伝わり、最終的には、 昭和天皇にまで達することとなった。6月22日、第4四師団参謀長の遺跡高政大佐が、この事件は一兵士と一巡査の事件ではなく、皇軍の威信に関わる重大な問題であると、声明し、警察に謝罪を要求した。それに対して、阿波や仙吉大阪府警察部長も、軍隊が陛下の軍隊なら、警察官も陛下の警察官である。 陳謝の必要はないと発言した。6月24日の第4師団長、寺内俊一中将と、県を市大阪府知事の会見も決裂した。東京では、問題が軍部と内務省との対立に発展する様相を示す。荒木貞尾陸軍大臣は、陸軍の名誉にかけ、大阪府警察部を誤らせると行いたが、警察を所管する山本達夫内務大臣と、 松本学部内務省警保局長は、軍部の圧力にこうして一歩も譲らず、謝罪など論外、その兵士こそ逮捕起訴すべきとの意見で一致した。内務省は、当時、官庁の中の官庁と謳われる、強大な権限を誇り、警保局中堅幹部を中心とする内務官僚たちは、東京帝国大学法学科を上位の成績で卒業し、 新官僚と呼ばれ新たな政治勢力として意識されていたエリートたちであって、その教示は高かった。7月18日、中村一等兵は、戸田巡査を相手取り、刑法第195条、同第196条、同第204条、同第206条で、大阪地方裁判所検事局に告訴した。戸田巡査には、私服の憲兵が中村一等兵には、 私服の刑事が尾行し、憲兵隊が戸田巡査の本名は中西であることを暴くと、警察は中村一等兵が過去に7回の交通違反を犯していることを発表するなど、泥試合となった。新聞をはじめとするマスメディアはこれを軍部と警察の正面衝突などと大きく報じた。この騒ぎは大阪市民を沸かせ、大阪の寄せで漫才の題材にもなった。 市民からは、当初、警察を批判する意見が多かったが、事情がわかるにつれて、軍の応募を非難する声が多くなった。事件の処理に追われていた、高柳所長は、過労で倒れ入院し、7月18日に、その一報を知った、寺内中将は、遺跡参謀長に、事件で、心痛のあまり病状が悪化すると気の毒なので、適当にお見舞いするようにと伝えたとの逸話がある。 しかしその10日後、高柳は腎臓欠席で急死した。8月24日、事件目撃者の一人であった高田全米が、憲兵と警察の旅重なる厳しい事情聴取に耐えきれず、国鉄水田奏車場内で自殺、歴史体となって発見された。大阪地方裁判所検事局の和田良平検事生は、兵士が使用で出た場合には、交通法規を守るべきであると、 警察とほぼ同じ見解を示しながらも、起訴すればどちらが負けても、国家の威信が傷つくとして、仲裁に尽くした。最終的には、事態を憂慮した昭和天皇の匿名により、寺内中将の友人であった白根武剛介、兵庫県知事が調停に乗り出した。天皇が心配していることを知った陸軍は恐怖し、事件発生から5ヶ月目にして、急速に和解が成立した。 11月18日、遺跡参謀長と、阿波や大阪府警察部長が共同声明書を発表し、11月20日に、当事者の戸田巡佐と中村一等兵が和田良兵検次生の感謝であい、互いに詫びた後握手して幕を引いた。和解の内容は公表されていないが、警察側が譲歩したというのが定説となっている。 1933年時点では信号そのものが珍しく、また道路交通法制も現代の視点から見れば極めて未整備の状況であった。道路行政はすべて内務省令によっており、軍政を統括する陸海軍省とは関係がなかった。肝心の赤信号は止まるというルールについても法制化されたのは戦後の1947年11月の 道路交通取締法が初めてである。中村一等兵は、信号無視はしていないとの主張を行っているが、仮に、信号無視をしていたとしても、実際には、ゴーストップ事件の時点では、どのような法的根拠により赤信号で歩行者に停止を命じていたのかはっきりしない。現代の視点から、軍部の横暴として論じられがちであるが、法律の未整備にも、 大きな原因があると考えられる。結局この事件は、軍と警察のメンツの張り合いに過ぎなかったが、解決を一番喜んだのは、師団長の寺内だという。陸海軍軍法会議法によれば、一般の警察官も、現役軍人の犯罪行為を告発する義務がありあるいは、司法警察官の手により、調書を作成することができたが、 この規定は憲兵組織を保有しない海軍に譲歩した制定経緯があり、明治の憲兵制度創設以来、軍病の犯罪に関する司法取締りは、勤務時、非番時を問わず本来は憲兵が行うものと解釈されていた。この事件を契機に、現役軍人に対する行政行為は、警察ではなく憲兵が行うことが、改めて意識されることとなり、満州事変後の施錠に、 憲兵や軍部組織の統帥権と国体の問題を改めて印象づけることとなった。軍と警察の争いは明治時代からたびたび起きていた。その原因は羅卒と兵卒の構成によるものではないかと言われている。また兵卒は軍隊の威力を背景に羅卒に対抗したためと言われている。また巡査は文官としての一つに分類されたが、 兵卒は徴兵令に従って国民の義務として兵役に服しているものともされていることとあって管理というわけではなかった。軍人の内科士官、士官は武官であり、警察官は文官である。巡査は犯人待遇を受けていた下級文官でもあった。1881年に陸軍が憲兵制度を創設した目的の一つは警視庁を牽制するためであったと言われる。 大阪においては1884年1月4日、西区松島遊郭で陸軍兵士と警察官の乱闘が発生し、死者が出ている。ありがとうございます。